ギョル塾海軍交渉は、トルコのコジャイリ県ギョル塾にある造船所で、トルコ海軍のギョル塾海軍基地の敷地内に立地している。マルマラ海東岸に面する、この造船所は1926年に設立され、以来トルコ海軍艦艇の建造、修繕を担っている。3221人の従業員を要し、敷地面積255,526平方メートル、 内屋根付き建築物は12万1466平方メートルに及ぶ。第一次世界大戦後、損傷した巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムを修理するために、その巨大な艦隊を収容できるウキドックが必要であった。その建設地として、イズミットワン南岸のギョル塾が選定された。ドイツの造船所、フレンダー・ベルケがウキドックと平営を建設し、 1926年に、ギョルジュック海軍工廠が設立された。1942年には修繕設備が拡張され、付帯する機械工場や鋳造所なども整備された。用地には、ギョルジュックの沼地や湖、ヘーゼルナッツ園が当てられた。これは1923年に締結された、ローザンヌ条約により、ボスポラス海峡、 ダーダネルス海峡への軍事施設の設置が禁じられたことから、金隔湾やイスタンブールのイスティニエにあったトルコ海軍の施設をギョルジュクに移転することになったためである。1947年以降は、造船所の主要施設は、ナト o の補助金を受けて整備された。現在、ギョルジュク海軍交渉では、潜水艦、コルベット、フリゲート、揚陸艦のほか 最大3万 DWT の商船などを建造することができ、イスタンブールのトゥズラにあるペンリク海軍交渉に次いでトルコで2番目に大きな造船所となっている。新設のウキドックに入居したヤウズスルタンセリム。1928年頃、ヤウズスルタンセリムの修理が完了した後、一番線の建造が始まった。1934年7月26日に、 石油タンカーが寄港され、全長58.60メートルの船体が16ヶ月で建造された。この石油タンカーは造船所にちなんで、MT ギョル塾と命名されて1935年11月1日に浸水した。これは、トルコ共和国建国後初めて建造された船でもあった。MT ギョル塾は1983年まで約半世紀にわたって運航された。 1980年、ギョルジュック海軍交渉で戦闘ンン級の IQ 潜水艦を建造したことは、トルコの造船士における重要な活気となった。また、近代的フリゲート TCG ファーティフは1988年の海軍造船所国際プレステージ賞を受賞した。2008年1月4日の時点で、ギョルジュック海軍交渉では、総計454隻の艦船が建造された。 プロトコルリスト C。2011年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月8日閲覧。GLCK、ターサーニーイジーコミューティングルグ。2008年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月8日閲覧。AB、デニズ・クベトレリーコミューティングルグ、タラヘシジマイナス2。 アズバース、2009年11月20日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2009年8月1日閲覧。ターセインハックンダビルジャイ。タークスビルジャイ。2009年8月7日閲覧。ジュムフリートドーンマインドアンシャエドレン LK ゲミレア。GLCUK。タンケリ。カコタス VE セルアーベイバーラリー。GIDB.itu.edu.tr。 2015年11月7日閲覧。ユリー・イモコン・ラーラ・ユーリティロン・エレック・トゥ・アー・キー、ソバッシュ・ゲミシアン・デニゼ・イネイヤー。ミリエット、http コロンスラッシュスラッシュ www.millyet.com。tr, エコノミソンダキカアスプックス、アタイプイコールソンダキカアーティコリドイコール万六千百七十七二千九年八月七日。 閲覧。キリーズ 2SNF、ヒューカムバットプロジェシーキャプサンダインスス、ジャーセクリスティリロンアタックヒューカンボートラクーゼイケー、BRSTRK、カムホリエティガビンレイククベトレリーコミューティングニアエート、サヒールガビンレイクボツヌンデニゼインダールム V、サヒールガビンレイクコミューティングニアエートサヒール、ガビンレイクボツヌン LK、カイノックトーレニー、 t s k d z k k 2 0 0 9年8月7日、閲覧。ユーザー・ハベス。2008年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月8日閲覧。赤 SNF。2008年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月8日閲覧。ヤベズ SNF。フラケイトン。2008年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年8月8日閲覧。バーバロス SNF フラケイトン。2009年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月8日閲覧。ABCIQ 潜水艦 GURSNFDA。2008年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月8日閲覧。キリーズ 2B。 2008年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月8日閲覧。AB、デニザ・ラリマイズ・ダッハがビンリー。アスカー・アウェール。2009年8月7日閲覧。TRKTP80SNF、サヒールがビンレイクボツ。2008年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月8日閲覧。ネイバル・プラットフォームズ。 2007年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月8日閲覧。ありがとうございます。